はい、どうもハリウッドです。ゴードンドンということで、ドッカンバトルやりたいと思います。まあ、ドッカンバトルですね。極限 Z バトルが来てます。まあ、すいません、電池があかんことなってる。なんとや最初にやっとけっていう話。ベジータが来てたんで、まあ、ここが極限 Z バトルがですね、まあ、特攻が、スーパーサイヤ人3カテゴリーなんですよね。で、まあ、一応、まあ、どういうチームで行こうかっていうと、めちゃめちゃやで。このですね、前にですね、引いたんですよ。動画でも上げたんですけど、僕ブラック狙ってね、無垢な気持ちでね狙ったんですけど、もう当然のことながら、まあ、出んですよね。まあこっち嬉しいですけどね。人造人間はこいつをあげようとお付き合いください。お付き合いくださいませ。なんかもうだいぶ前の話に見えますね。21号が人造人間カテゴリーもかなり強いですからね。僕17号は持ってるんですよ。さあということで、ベジータ一応デッキは組んでるんですよ。要はこれでいこうかなっていうのを決めてます。で、多分最初の方は全く難しくないと思うんで、まあ終盤ですよね。終盤の方になってきたらもう一気に難しくなるっていうのは目に見えてるんで、なので、一応多分このチーム編成で、まあ、最後までクリアできるんじゃないかって僕は勝手に思ってるんですけど、まあ序盤は全然いやーレベル1だらけど強いな敵が。強いっすね。とても敵がレベル1とは思えないですよ。やはりここはちゃんと反撃でやってるスタイルで、速攻じゃないんで、これ反撃カウンターでやっつけていくスタイル。バッチリこれね、石がもらえたら最高なんですけど、まあ最初は何でもいいでしょうよって言いながらもちゃんと探してる。一応ベジットが一番いい。最初は何でもいいんですけどね。恐ろしいのは後半からですから。まあキーになってくるのがトランクスと、あと、引かなかった。トランクスがどれくらい与えるかですね。ガードはがっちり課題と思うんで、基本ガード寄りのチームですからね。で、このベジータもですし、スターソイヤ人3があんま持ってないんで、序盤は無理して入れなくてもよかったですね。フリーザとかはちょっとビビって入れてますけど、まあフリーザは外しましょうか。外してちょっとアタッカーを入れた方が、まあ、サクッとレベルの高いところに勝負かけれると思うんで、もっと本気でやってほしい。どっか行ったらもう敵がお構いなしに来よりますからね。カウンターで終わりかな。あ、終わらなかった。まさかのフリーザで、ああ、すごい。多分スーパーサイヤ人3の悟空がずっと後ろの方に行っても相当なダメージを与えてくれると期待してるんですけどね。さあというとこでサクッとはい石もらえるんですね。やべえ、これまた引けるじゃん。また引けますよ。属性外っすよ。じゃなくて属性だったら誰ですかね。まあサイヤ人3カテゴリーだったらまあこっちの僕もかなりありですけどね。育ててないんですよね。育てててどうでまあでも長兄だからなあ。まあレベル1だけど、スーパーサイヤ人3だし、これでいきますか。あ、3。行きましょう。一応、10ぐらいまで行きますかね。それか5で切ろうかな。適当に押してるから必殺技全然受けてね。序盤はかなりなめてですよ。なめて相当な全然やられないと思う。ああでもあれですよね、回復アイテムがないんでウィスさんとかも連れて行った方が良さそうですね。最後になるとまあ運ゲーみたいになってくるんでしょうね。終盤は理不尽運ゲーにそんな予感がしてますわ。理不尽ですからね最後は。まあでもこの何ですかね、俗にこれ救済ってやつになると思うんですけど、新規のキャラをどんどん強くばっかしてるんで既存のキャラも強くしてほしいよっていうのはどのアプリでもある話なんで、まあめちゃめちゃありがたいですよね。もちろん有権で終わらせたどうやらないかい。あ、有権でまだ序盤なんでそんなにわーわー言うような話でもないですからね。まあ展開的に震える展開が待ってるのは後ろの方ですからね。とりあえずベジットってリーダースキル的にはいまいちですよね、正直な話。まあこのスーパーサイヤ人3ベジータのちゃんと育ててればいいんですけども、本当壁役にしか考えてないんで攻撃力がめっちゃ弱い。めっちゃ使うんですけど全然上げてないですからね。いいっすね。お反撃将来じゃん。反撃し放題タイムですね。ただいまあれあー亀裂が入ったのか。やっつけれるかな。あ、ちょっと残る。さっきからちょっとだけ残りますよね。あ、こいつらまああれフリーザ外さなかったでしたっけ。フリーザの代わりスーパーサイヤ人悟空3悟空入れた気がしたんですけど入ってなかったですね。入れましょうの方が早く回れるし震える展開に早くたどり着きたいですからね。あれスーパーサイヤ人入ってます。あえ1回挑むとデッキが変えれないってわけじゃないですよね。どういうことですか？あ、どういうことですか？これ変えないといけないな。どういうこと？よくルールがわかんないです。まあ、ええでしょうよ。あ、なるほど、決定してなくて戻ったからってことか。なるほどね。こっちで確定を押さないといけないってことか。行きましょう。何年やっとんねん。何年してるの。もう曲が変わりましたね。ことわざをどうしても打ちたいんで。即属性でまあ20万しかないんですけど、もうちょっと上にしてくるとリーダーは変えるつもりでいるんで、序盤はこれくらい、まあいいチームは組めると思うんですけど、ただスーパーサイヤ人3があんまいないんですよね、強いのが。まともなのがですね、悟空でいけたいけど、悟空で必殺技を削りたいから、こうかじゃない。こうのが神技。よし。まあ、最初の方は、勝つ負けるとかそういう話じゃなくて、まあ、いかに早くクリアできるかは強いな、一番さん。マジかよ。これもやばくね。ああ、まあまあちょっと震え出してきてます。さあ、ここで必殺技をかまして終わらせましょうということで、ここで5まで来たんですよね。一応危なげなくっていうところでいいかなとは思いますけどね。危なげはないでしょう。序盤ですからね。さあ、ということで5までクリアしたんで、1回これ切りたいかなと思います。1回は6からですね。次も Go to the next level 頑張りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。